りたかったです。ぎゅもう先に部室行ってるなら連絡くださいよ。せっかくお迎えに行ったのにすれ違いだなんてひどいですよ。ね？はい、先輩の教室まで行ってきましたよ。入り口で先輩いますかって声かけたら、クラスメイトの方が部活に行ったよって教えてくれたんです。あ、その人にですね、飴もらったんです。レモンの飴ですよ。先輩も入れますか？ねえ、なんで先輩のお迎えに行っちゃダメなんですか？恥ずかしいから？私と一緒に部室に行くことの何が恥ずかしいんですか？私はただ先輩と一緒にいたいだけなんですから、後輩の面倒くらい見てくださいよ。ケチ、後輩いじめ、DV 彼氏、カッコつけ、陰キャ、好き、キャー、先輩が怒った。今日も先輩と一緒に部活、楽しい部活。ん？何？先輩、耳どうかしたんですか？さっきからこしょこしょ耳いじってますけど。え？今日一日耳がかゆい？どれどれ？私に見せてください。先輩もしかして耳掃除サボってるんじゃないですか？ここから見ても結構汚れが見えますね。そうだ、先輩先輩、よかったら私に耳掃除させてください。こんなこともあろうかと耳かき棒を持ち歩いてるんですよ。ね、先輩。先輩の耳、私にお掃除させてください。やったー！お掃除お掃除ー！ほらほら先輩、そこのソファーで耳掃除しましょう。かわいい後輩彼女が膝枕してあげますから。早くー。先輩のお耳が目の前に。こうしてみると先輩のお耳結構かわいいですね。耳たぶ柔らかーい。先輩のお耳がこんなにそばにあると思うとつい。このままお耳全体をもみもみしてほぐしてあげますね。気持ちいいですか？なんちゃって。でもお耳のマッサージ気持ちいいですよね。ゆっくりもみもみされるとお耳のコリもほぐれていきますよ。
ッサージの時間は終わりです。先輩、そんな残念そうな顔しないで。メインの耳かきのこと忘れてますよね。それじゃあ先輩、耳を掃除していきますね。危ないから動かないでくださいね。先輩のお耳にお邪魔しまーす。この辺かな。気持ちいいみたいですね。それじゃあこの辺を重点的にお掃除していきますね。なんかこういうのって恋人同士って感じするじゃないですか。大好きな先輩とこうしてイチャイチャできるととっても嬉しくなってきます。先輩はどうですか？私の耳かき喜んでくれたら嬉しいな。そんなこと言われると照れちゃいます。もっとお掃除してあげますね。こんなところかな。ほら先輩、見てください、お耳がこんなに綺麗になりましたよ。お先輩は見れないんですよね。こう、なんていうか洞窟って感じだったのが今はトンネルって感じなんですよ。え？
例えが変ですか？ねえ、わかりやすい例えだと思ったのにな。まあ、そんな先輩にはこうです。ダメですよ。小さな汚れまで私の夫婦で全部きれいにしてあげますから。くすぐったくても動かないでくださいね。ん？先輩どうしたんですか？レモンの香りがする？あ、さっきもらったレモンの飴。そんなにレモンの香りするんですか？自分じゃ全然わかんなかった。でも先輩が喜んでくれるならいいかな。ほら、レモン味のお耳フーフーですよ。お耳でも味が感じられたらお得なんですけどね。今度から耳かきするときは、いろんな味の飴を食べてからにしましょうか。リンゴとか、ブドウとか、ミントとかコーヒーの味も面白そうですね。先輩の好きな味も今度教えてくださいね。さあ先輩、次は反対側のお耳を掃除していきますよ。はい、よくできました。そして耳たぶをプニプニっとしつつ、マッサージの時間です。こっち側を向くと先輩のお顔がよく見えて嬉しいです。目があった。そして恥ずかしそうに伏せた。先輩かわいい。もみ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 。マッサージも楽しいですけど、先輩はお耳掃除の続きをしてほしいですよね。いいですよ。先輩のお耳は私が粒一つ残さずきれいにしてあげますからね。
その辺がいいんですよね。汚れがやっぱりありますね。カリカリして綺麗にしなきゃ。カリ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 そういえば先輩ってクラスだとどんな感じなんですか？私って後輩だからクラスで先輩がどんな風に過ごしているのか見れなくて残念だなって。毎日授業中に今先輩何してるのかな、ちゃんと授業を受けてるのかなって気になってるんですよ。はあ、私も先輩と同じクラスが良かったな。でもそうなると先輩が先輩じゃなくなるんですよね。先輩を呼び捨てにしてタメ口で喋るなんて、なんだかイメージできません。でも先輩の隣の席でお話ししたり、教科書忘れた時に席くっつけて授業を受けるのは憧れるな。耳かきですよね。大丈夫です、ちゃんとしてますよ。ほら、もう大きな汚れは全部取っちゃいましたからね。今は先輩が気持ちよさそうなところを重点的にカリカリしてるところですよ。
持ちよさそうなところ申し訳ないですが、お耳掃除は終わりです。なんということでしょう。あれだけ放置されていた先輩のお耳がこんなに綺麗になりました。そう言われてもわかんないですよね。先輩のお耳、写真に撮って後で共有しましょうか。今日の成果ですって。冗談ですよ。それじゃあ最後、先輩お気に入りのレモン味のフーフーしちゃいますね。甘酸っぱいフーフーを楽しんでください。ねえ先輩、今思ったんですけど、レモン味ってなんだかキスの味って言いません？あれ何なんでしょうね。本当にキスはレモンの味がするのかな。どっかの誰かさんが奥手だから、私まだわかんないんですよね。今キスしたら本当にレモンの味がしますね。むしろ先輩のお耳にキスしてるのかな。先輩、はい、お耳のフーフーは終わりですよ。お耳にキスされると思いました？本当はしてもよかったんですけど、まあ、先輩の顔を立ててあげようかなって。今キスしてもレモン味っていうか飴の味になるだけですからね。キスが本当にレモンの味かどうか、先輩がいつか教えてくださいね。お顔真っ赤っか。先輩かわいい。ダメですよ。今は私の膝の上。先輩に逃げ場はないんですからね。照れてる先輩のかわいいお顔、後輩にじっくり見せてください。先輩、また耳かきさせてくださいね。今度は別の味の飴を舐めてからフーフーしてあげますから。先輩の好きな味は何かな。楽しみ。